はい、皆さんこんにちは、西くんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。動画を見る際はぜひチャンネル登録ボタンと高評価ボタンよろしくお願いします。それでは今日のトレーニングに移っていきます。今日はですね、立位でできるトレーニングをやっていきます。なぜかと言いますと、結構ね、自宅でやるときにマット広げてまでできないけど、ちょっと立った状態だったらできるっていう風なお声をいただいたんで、ちょっと足に注目して今回やっていきたいと思います。それではトレーニングを始めていきますね。本当にね、自宅の狭い範囲でもできるようなトレーニングにしていますので、ぜひ一緒にやってください。まずつま先立ちから次かかと立ち、つま先かかと、つま先かかと。結構このつま先だけっていうのはね、やったことある方も多いと思うんですけれども、今回はつま先とかかと、これでバランスを取りながらやっていってください。3、2、1、はい、続いて太ももを上げていきます。で、上げるときにバランスを取りながらになるので、上げて下ろしきらずに戻す、上げてこのくらいで。で、前ね、あのトバンさんがトレーニングしたときに肘と膝タッチっていうのがあったと思うので、これでも全然構わないです。まあ、余裕のある人はそれでバランス崩しやすいんでね、バランスを崩さないように太ももをしっかり上げてあげる。3、2、1、はい、反対側やっていきます。でも自分のペースで結構ですので、ゆっくりでもいいですし、もう早く上げていただいても結構です。結構ね、これ両方にね意識がいくんで、肘使うと、この肘タッチは結構しんどいですね。3、2、1、はい、続いて足を横に広げていきます。片足立ちの状態からいきますね。片足立ちの状態で45度くらいまで上げれるなら上げていきましょう。ね、家でやってる場合、台所のこの机とかにぶつけないように、しっかり周りを確認しながらやってくださいね。3、2、1、当てがいきます。これぐらいだったらね、皆さんやりやすいと思うんですよ。3、2、1、これね、得意な方と苦手な方あると思うんで、自分がどっちか確認しながらやってください。でも足を開くときに、かかとを遠くにやる感じ、つま先よっていう、かかとをね、出す。そうするとね、お尻の中殿筋の方に引きやすいです。続いては後ろにタッチしていきます。これ片方ずつでいいです。これね、トレーニングにもなるかって思われると思うんですけど、まあ、家の中でね、やるにはあんまりね、バタバタできないので、3、2、1、はい、反対側もいきますね。3、2、1、余裕があればこれでもいいんですけど、これでもね、バタバタしちゃうんで、
最後一番最初にやったつま先かかとっていうのをちょっと速いスピードでやっていきましょうか。 3, 2, 1, 1, set to go, workout。つま先浮かせる。はい、こちらでトレーニング終了となります。普段運動していない方にもおすすめのトレーニングなんで、ぜひやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。